い、どうもメンズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。西尾です。はい、ジャス。さあ今回はジャランラーメンという場所で、幡ヶ谷にございます、はい、渋谷区幡ヶ谷、うん、で、昨年の6月11日にね、実はオープンしてたんですね、はいはい、ちょっと今年ステータスを見ていきましょうか、うん、はい、こちらでございます、京王線幡ヶ谷からね、もう徒歩3分のところにありまして、もともとはダーツバーのジャランというお店でラーメンを出してたんですけども、うん、はいはい、ダーツバーが多分今なくなっちゃってて、ラーメンだけをもう出しに来たという、完全に、そう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 、面白い業態でございますね。でまあデフォルトでネギが最初から導入されているという二郎系になるんですね。で、増すのは無、あの有料なんだけど、はい、ネギを増すのは有料なんだけども、今回は大ラーメン豚2枚入りというのをちょっと一旦選択してます。一旦です。どういうことかと言いますと、はい、まずステータス、ラーメン大豚2枚ですね。で850円で、野菜、ニンニク、油、生姜、辛め、増し増しの豚増しと書いてありますが、はい、ツイッターをフォローしますと1回だけですね、うん、有料トッピングを無料でくれるということで、ああなるほど、そうな感じで豚増しを言ってるんですね。というわけでその、噂の豚を、言ってみましょうかね。こちらほんのり返しの味が漂う引き締まり豚で、私はすごい好きですね。ちょっと品川の豚に似てます。品川二郎の豚にね、あー、早速スープ見てください。これね、どこかで見たことありませんか。これ色柴からに似てませんか。少し土乳化の超土乳化スープだったんで、今回はもうスープが主役と言ってもいいでしょうね。あの染み込んでいく系のスープなんで、豚がまあ進むということでね、もう3枚目を手に取って、スープ飲んどいても、おぉ、もう戻すんだ、置いとくんですね。豚が進むじゃなくてスープ進む。スープも豚を一旦持ってのスープ、そうだね、スープも進むし豚も進むんですね。というわけで粘り気がねありますんで、野菜もよく絡みますよということでね、はい、スープに絡みますよということでね、バクバクと振っていきますね。まあしかし麺をね、やはり引き出していくんですね、はいはい、ラーメンで接続しようかとですね。そうですね。あ、もう自分超えてもう坂越の方の麺じゃなくていいよ、そっちの理由はいらないですか。麺の方の例えなのかな。いや、ちょっともう顔がこわばっちゃって、もう本当に迫力があって、かと麺のストレートエアかた麺ということでね、ございますね、はい、まあとにかくね、スープがうますぎて麺の後もスープが止まりません。もう飲んでほしい、ドリンクとしてもペットボトルで販売してほしい。本当にでもそれは思ってないでしょ。うまくてうまくてもうでね、着丼の時点でもうニンニクよりも生姜のね、香りがふわーってきてたんで、はいはい、その時点でこれなんかいられましたけども、食欲をふわーっと漂ってきますね。染み出した旨味と生姜が融合しまして、あの冬に食べるよくありますよね、お鍋、うん、あのような感じのなんてあのような感じの味になっておりますね。冬によく食べるお鍋、お鍋、お鍋、いろんな鍋ある。あ、もうだからそれよ、それそれそれ、どれ一番のデフォルトのやつ。いいなーって、囲いたくなるなーっていう感じの寄せ鍋みたいなこと。ああ、いいですね、その例え。そう、寄せ鍋、寄せ鍋、それだと思いますよ。で、というわけでね、この醤油もね、さらに入れていきますけど、こっからどんどん味変していきますと、はい、まろやかさにしょっぱさが足されました。破壊力増しているんです。そうなんですね、増していくんですね。まあ、これね、最もこれまででスープを飲みながらね、こんなに飲んでないからね、めちゃめちゃ飲んでる。そう、これマジで行ってほしいっす、これスープ。もう早くも2019年の、あのスープも行ってるかもしれないもんね。そんなスープにパクチーを入れていくという。パクチー、パクチーあるんですよ。青森、青のりかと思いきやね、今日よく噛むけども別物の一杯になっちゃうんでね。まあパクチーをね、あ、そう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 、かなりこう覚悟して入れましょうということで、パクチー豚なんかも、食べていきますね。のこと、香草の香りたまらん、ね、私はあのタイ料理屋でバイトをしてたこともあるんで、これ大好きですからね、入れていきますけど、ズーム、あ、ズームイン、なんだ今度は、マー油もあるんですね。あ、マー油、マー油もあるんですよ、マー油もね、このマー油も一振りがちょっとまあ粘り気があるんで、二振り本当に今若い子、ズームインわかんないですよ。ジップか、はい、ジップじゃないとダメか、国終わっちゃってるんで何のことかなってなっちゃいます、ね、確かにね。まあ、焦がしニンニクの風味はいつでもうまいんですが、先ほど言いましたが、パクチー、生姜、マー油のトリプルコンボはね、味変わりすぎちゃうんで気をつけてください。モーニングバードということでね、できますけども、モーニングバードですね、今ならね、例えるなら。ということで、あ、
ごちそうさんでしたー。やっこいしょというものがありますけど、はい、ステータス、あと野菜、豚、95円で89です。なるほど。いやー、よかったねー。パクチーも入れて、すっきりするあらららら、ツイッターでこれ、ね、コラックだね。あらららら、めっちゃ言うじゃん。でも去年ね、あの夏にあの急にポンとできたので、はい、本当に、はい、ポンとで、あれポンポンポン、あ、ポンね、あ、ポンね。いやいや、気づいてくれや。ちょっともう朝からずれてきた。あ、ずれちゃったか。早朝の、うん、結構朝行ってたから。あ、そうか、10時台だよ。その後のやつ行かなきゃ。そうだね。確かにね。まあ、というわけでね、一個言いたいのはですね、じゃらんラーメンですけども、はい、旅行のあの、うん、ジャランさんとは関係がないので、まあ、だと思ったよ。あ、あ、思った、うん、あ、思ったでしょ。まあ、いろんな名前の店あるからね。そういうもあるじゃん。ひらがなだしな、ね、あ、そうか。はい、そういうことなんだ。ごちそうさまでした。はい、ブス。Thank you.